今回は、電検3種後期 B 問題をマスター仕様シリーズということで、平成21年度の、後期問い12について解説したいと思います。問い12は、視線の聴力に関する問題であります。この問題は、非常に、様々な要素が入っていて、大変、いい問題であります。内容を見ていきますと、水平角度が60度ですね。60度の電線路となる部分の支持物、こちらが、電柱であります。こちらに、下記の条件で視線を設けるものとすると。架空電線の取り付け高さは、10メーターですね。そして、視線は8メーターの位置に取り付けます。視線の、指示点ですね。指示点と、指示物の中心点から6メーターの位置にあるということであります。そして、構図は空電線と、視線の水平角度120度、ここの角度が120度と言っております。構図が空電線の想定最大水平張力は 9.8 kN。つまりこの架空電線により支持物がこの方向に 9.8 kN の力で引っ張ることを想定するということであります。視線は、亜鉛微機構寄り線ですね。視線は、直径が 2.6mm、 引っ張り強さは 1.23kN パー平方ミリメーターということで、1平方ミリメートルあたり 1.23 キロニュートンの強さを持った光線を、亜鉛微機構寄り線を使うということであります。また、組線は寄り合わせると、摩擦で、地下の引っ張り強さが減少いたしますので、その減少係数は 0.92、 そして安全率は 1.5 というふうになっております。これらの条件から問題を解いていきましょう。まず、括弧 A として、視線に働く想定最大荷重ですね。では、この視線に関して、どれぐらいの力で引っ張られるか、引っ張られるからこの方向ですね、引っ張られるかということを考えていきたいと思います。まずはこの、架空電線の水平方向、つまりこの点ですね。この点に、働く力を、考えていきたいと思います。架空電線はこの方向にそれぞれ 9.8 kN の想定最大荷重となっております。ここが60度ということで、この三角形を考えています。この三角形を考えるとどうなるかと言いますと、こちらでもいいですね。ここが120度ということですから、ここは60度になります。ここも当然60度ですね。ということは、ここは30度ですので、この三角形は1対2対ルート3の関係があります。そして、この2の部分が 9.8 kN ですね。そうしますと、これ視線はそれぞれ2本ありますので、1本だけでしたらこの水平方向に直すと9.8の半分ですけど、2本ありますからかける2倍ということで、結局これはここが1、ここも1ということで、結果的には水平方向、この方向に対して、方向に対しても同じ 9.8 kN ということになります。次に、視線は、架空電線は 10m の位置についてますけど、視線は 8m の位置についてます。これはトルクの考え方で、
力点がここ、作用点は、作用点はここであります。トルクというのは力かける距離に関係しますので、距離が10メーターと8メーターでは当然10メーターの方が、このトルクというのは大きくなります。よってこの視線が同じ、力で支えるためには、より大きな力を線が視線にかかるということになります。割合としては距離が5対4でしたら、反比例いたしますので4対5になります。よってここの水平方向というのは 9.8×4 分の5ということで 12.25kN がこの 8m の点での水平方向の力ということになるわけであります。しかし視線は斜め下から支えます。これを見ますと、この三角形というのは3対4対5の関係ですから、この視線のこの力というのは、引っ張り荷重 T というでしょうかね。T は 12.25×3 分の5ということで、これを計算いたしますと、およそ 20.41 キロニュートンというのが出てまいります。ですので、選択肢としては20.4が正しいということになるわけであります。続いて視線の祖先の最小の乗数として正しいのは次のうちどれか。選択肢は3、7、9、13、19ということですね。視線の条件は、祖先は1本あたり直径2.6ミリ、引っ張り強さ1.23キロニュートンパー平方ミリメーターということですので、まずは祖先1本の引っ張り強さですね。これを求めます。これは、祖先は直径が2.6ミリということですから、祖先の断面積は1.3の2乗、半径ですね、半径の2乗をかける π、 そして1平方ミリメートルあたり1.23ということですので、これを計算いたしますと、祖先は6.527kN/本ということで、1本あたり 6.527kN に耐えられる祖先と、祖先は1本あたり 6.527kN に耐えられるということであります。安全率1.5と燃焼係数0.924を考えると、このような式が成り立ちます。視線にかかる力は 20.41kN ですから、20.41に安全率1.5をかけて、祖先の本数かける6.527、そして減少係数が0.92と これを N イコールについて、N イコールにして解きますと、およそ5.1本ということが出てきます。予備線の本数ですから、小数点はありえませんので切り上げます。ここで注意したいのは、絶対に切り下げては四捨五入はしてはいけないということです。5.1本を下回ると、本来欲しい能力を下回ってしまいますので、これは絶対に許されません。必ず直近上位の値を選ぶ、これが重要です。そして選択肢としては、本来6本というのがあればいいんですけど、
3、7ということですから、直近上位だと7本が正解ということになるわけであります。この問題は非常にベクトルの考え方を、よく使う必要があります。視線の、張力の問題ではかなり、この問題は難易度が高い問題です。祖先自体の考え方も、引っ張り調査が1平方ミリメートルパーあたりだったり、減少係数が入っていたりと、非常に盛りだくさんな問題です。この問題がしっかりと理解できれば、このような視線の問題はほとんど対応できると思います。1回で分からなかったという人も、ぜひ何度も動画を見て、必ず理解するようにしてください。